ヒエルナルシスギラン、トロイアの陥落を D ードに語り聞かせるアエネアース。アエネエイスは古代ローマの詩人、ウェルギリウスの序子詩。全12巻。イリオス滅亡後の英雄、アエネアースの遍歴を描く。アエネイスはアエネアースの物語の意。ウェルギリウスの最後にして最大の作品であり、ラテン文学の最高傑作とされる。 この作品の執筆にはエルギリウスは11年を費やした。最終場面を書き上げる前に没したため未完である。彼は死の前にこの走行の焼却を望んだが、アウグストゥスが観光を命じたため世に出ることになった。アエネイース以後に書かれたラテン文学で、この作品を意識していないものはない。アエネイアースの皇帝トロイアの王子で、ウェヌスの息子であるアエネイアースが、トロイア陥落後、 様々な神道神句とカルタゴの女王ディードウーとの比例を経て、イタリアにたどり着き、現地王の娘との婚約とそれに反対する勢力との戦いを描く。詩の中でしばしばその建設が予言されるアルバロンガは、ローマの創立者ロームルスとレムスの出身地であり、当時ローマの石とみなされていた。単に神話的英雄を歌うにとどまらず、当時内乱を終結させた、ローマの実力者、 アウグストゥスの知性をアエネーアースに固くし、褒めた耐える構造を持つ。リードと分かれた後、明快で今後進むべき道について、受ける作戦には、主人公アエネーアースにとっては未来、ベルギリウスにとっては同時代である、アウグストゥスの治めるローマの栄光が予言として、歌い上げられる。アウグストゥスの属したユリウス氏族は、アエネーアースの子孫を称しており、 アエネアースはアウグスティスを連想させた。作中に登場するアエネアースの息子アスカーニュースは、またの名をユーリウスと言い,い、彼が後のユリウス氏族へとつながることが示されている。構成はホメーロスのイーリアスとオデュッセアに反を取っている。すなわち、前半部分のアエネアースがイタリアにたどり着くまでに放浪を続ける、箇所がオデュッセア的であり、後半部分の イタリアにたどり着いたアエネーアースが土着の勢力と戦う箇所がイーリアス敵であるとされる。前半部についてはアエネーアースにオデュッセウスが投影されていることが明らかであるが、後半部についてはイーリアスの様々な英雄の属性が投影されている。例えば婚約が決まっていた娘ラーウィーニアと結婚する異国人の立場はパリスを連想させ、 逆に一騎打ちから逃げる敵の大将トゥルヌスを追う様は、メネラーオスを連想させる。また一騎打ちの決着後参戦したパルダスの検体を見て、友を殺された怒りからトゥルヌスに報復する様は、アキレウスを連想させる。もちろん、前編にわたって、ホメーロスの影響は大きく、以上の、オデュッセイア、イーリアスの区分はあくまで作品全体を巨視的に見た、場合に打倒するものである。 アエネイースの物語は、後世でも多くの絵画や彫刻の題材となった。ありがとうございます。